バディコレクション続きからプレイしていきたいと思います。前回の続きでこの4人か先生いないもんな、この4人がとある昔の事件に関わっているっていう話が今煮詰まってきておりますね。まあその続き見ていきましょうかね。はいはいはい、続き見ていきましょう。九条先輩の考えは大体わかりました。次は私の考えを聞いてくれますか？わかった。でもその前にそろそろ俺を自由にしてほしいんだけど。乾くん、話してあげて。いいのか？うん、大丈夫。お、推理モード急に来たよ。ここから推理モードです。表示される手がかりの中からふさわしいという思うものを選択してください。選択を誤るとダメージ受ける。 OK、 わかった。まあうまいことやっていこう。今回のことが9年前の事件と関係あるのかの前に、まずは先生の事件についてですが、はいはい、結論から言います。この事件の犯人はこれ先生は偽物っていう体でいいんだよな。なんか話的にそんな感じになってるけど、先生の名前なんだっけ。あ、違うな、この事件の犯人でしょ。だからそれはハルルンか。九条先輩、あなたです。え、その根拠は。滝くんはエントランスホールの死体は頭部のみ本物で、他は人形だと推理しました。そして血液恐怖症である先輩には先生の体を切断することはできない、故に犯人ではないと。でも私はそうではなくて、あの死体全てが人形だったと考えています。やっぱ偽物なんだな。なるほどな、それなら俺でも犯行が可能だ。でもあの死体の顔は人形じゃなかっただろう。演習で使ったあの人形じゃすぐにバレる。それは9年前の演習の写真。あー、ちょっと待って、どれの証拠だ。これかな。どこにどの証拠があるのかがわからない。手がかり、写真とノート、これか。写真とノートのやつかな。あ、違うか。なんか2階に顔があったみたいな話してたよね。2階だっけ、なんか忘れたけど、これか。断面空洞になっているようにも見える。腕の断面だからこれじゃないの多分。やべえ、どれがどの証拠を提示すればいいのかわからない。なんかどっかで見つけたのを記憶してんだけどな。シュヤン、思い出して。違うな、あ、行かない。あれ、反応しない。あ、いた。材質あれないな。ちょっと当てずっぽでやってみっか。9年前の演習の写真、ウサギの被り物とまたこれは違うもんな。みんなに配られた凶器、冷蔵庫の中身、コンバット、手紙の内容、これか。古いタイプの人形の頭部を使ったんです。この写真を見てください。あ、それでいいんだ。バラバラしたい。いいえ、これは9年前にここで行われた演習の時の写真です。パッと見は本当の死体に見えますよね。乾くんから聞きましたが、現在の死体人形は頭部だけ別の人形のものを使ってるんだそうです。もともとは今のような凹凸のないのっぺらぼうなものではなくて、鼻や口がきちんとついているものだったんです。目から上はありませんが、私たちが見た死体は髪で顔が隠れてしまっていて、鼻からしか見えませんでしたし、遠目や双眼鏡越しに見ることを考えたらこれで十分でしょう。先生、じゃあどこにいるんだろうな。さっき渚とこのフロアの物置部屋で写真と同じタイプの頭部パーツを見つけました。しかも保管されていた他パーツの数に対して頭部だけ一つ少なかった。つまりその足りない一つはエントランスホールにぶら下がっている死体の頭に使われていると言いたいのか。断言はできませんが、おそらくは。とはいえ、人形を死体に見せかけることが可能であるのは分かっていただけたと思います。それに加えて、昨夜の食事の時、飲み物を配った先輩には睡眠薬を入れるチャンスがあった。そしてあなたは9年前の事件についても詳しい。ウサギの被り物だって先輩なら用意できたはずです。待て、渚なら、滝がこのフロアの個室で見つけた血痕はどうなる。あれは先生の死体を切断したと思わせるために犯人が用意したフェイク。は、気づいたか。俺たちはヌミドール試薬液を持っている。
ミスリードといえど、巻かれた本物の血液を巻かないと、すぐにバレてしまう。だが先輩には血液を巻くことはできない。あれは何なんだろうね。乾くんの言う通りだ。なんか昔本当にあった事件とかとは違うのか。もしかしたら九条先輩は犯人ではないのかもしれない。え、もう一度落ち着いて考えてみよう。あ、違うの？じゃあ佐伯恭平だ。犯人は佐伯先生自身です。まさかだった。なんかいい感じで話進んでいくから合ってんのかと思ったら、いきなり全否定でぶった切られた。なし。滝くんはエントランスホールの死体は頭部のみ本物で、他は人形だと推理しました。でも私はそうではなくて、あの死体、あ、これ多分一緒だな。ここら辺は飛ばして良さげな感じだな。古いタイプの人形を使った。でここら辺もいいでしょ。確かにそれならいけるな。でもこのフロアの個室で見つかった血痕はどうなる。そう、それが先生が用意した私たちをミスリードするためのフェイクだと思います。合宿が始まる前から自分の血を少しずつ抜いてストックして撒いておけば済む話です。なんか衛生上どうなんってちょっと思った。血液って結構バッチリって言うかな。教師なら先生と違って合宿の日程も調整できますしね。確かにな。自分の血液撒くってかなり体張ったな。もしかしたら先生の血どころか人間の血ですらないかもしれません。ああ、なるほど。閉じ込められた私たちにはそこまで確認することはできませんから。言ってることの筋は通ってるとは思う。でもそれってあくまで先生の自作自演があり得ることの証明でしかないよな。それにマントとウサギの被り物の件もある。あれがお前に罪を着せるためだとしたら、犯人は翔太が隠しカメラを仕掛けることが分かってたことになるけど、その2つについても解決済みです。え、まず1つ目、先生が犯人というか仕掛け人であるという決定的な証拠があります。それはウサギの顔をみんなに配られた凶器、冷蔵庫の中身、コンバット、手紙の内容、コンバットかな、これみんなを監視してる的な。それがどうつながるんだ、違った、ははーん。提示する手がかりを見つけてください。そんな手がかりみたいなのあった。手がかり、コンバットは違うの、これカメラがあるとかそういう話じゃなかった、違ったか。これ正体役、江戸内野に侵入した黒いマント身にまとい被り物した人物つってた。わかんな、黒マントかな。これ違った。やべえ、全然わかんねえ。つながる、凶器は別にじゃない。9年前の演習の写真、冷蔵庫の中身、フォーマット、手紙の内容。ちょっと待って、ごめん全然わかんねえわ。先生が手がかりになるのかわかんない。もう手紙の内容でいい、違うわ。これゲームオーバーする。当てずっぽでいきます。え、なんだなんだ、これ違うよね、だって。ちょっと待ってね、戻ってきた。え、みんなに配られた凶器、この2択のうちどっちかなんだけど全然わからん。これ違ったわ。じゃあ冷蔵庫の中身だ。え、冷蔵庫の中身がどうつながる。冷蔵庫の中身です。これが先生が犯人となる証拠になるの。冷蔵庫の中身、用意された食事の数が少ないんですよ。あー、そういうことか。4人分しか用意してないってのが花からおかしいってことなのか。5人いるんだから5人分用意しなきゃいけないよねってこと。待て、そんなことはないだろう。さっき2人で冷蔵庫の中身を確認したとき、食事の数はぴったり人数分残っていた。人数分って何人。え、それはもちろん俺たち4人。あー、気づいた。なんですか。シュウヤン全然気づかなかったよ。普通に迷った。俺たちは4人じゃない、先生を入れて5人だ。そうです、私たちは全員で5人。先生が言っていたように、本当に冷蔵庫に残っている食事がきっちり人数分なら、5人かける3食かける2日分の30食ないといけないんです。でも実際には残っていたのは24食、4人分だった。先生の分だけ別に保存してある可能性も考えましたが、個室に冷蔵庫はありませんし、この隠しフロアに電気は通っていない。先生は自分の食事が2日目以降不要になることを分かってたんです。先生うっかりミス。この地下合宿所からの外から今も私たちを見ていると思いますよ。待て待て待て、今さらっと言ったけど見てるってなんだよ。これが2つ目の質問、マントとウサギの被り物の件の答えです。犯人、
というか佐伯先生は滝くんが隠しカメラを仕掛けているのを知っていたんですよ。だって彼よりも前に仕掛けられたカメラでずっと見てたんですから。隠しカメラ？そうです。いやでも俺らはともかく翔太は気づくんじゃないか。あいつああいうの詳しいし。ああで翔太はゴキブリが苦手だからコンバットを開くことはないと、そういうことか。それこそ仕掛ける前に他にカメラとか盗聴器が仕掛けられてないかくらい調べると思うけど。だから滝くんが絶対に調べないようなところに隠したんですよ。それはああこれでコンバットが出てくるわけね。コンバットの中です。え、正確にはコンバットそのものがカメラですね。まあシュヤも好き好んであれを見ようとは思わないな。確かにそれだったらよほどの理由がない限り翔太だけじゃなくみんなも調べない、触りたくないもんな。ペン型のカメラがあるくらいだし、あれくらいの大きさがあれば十分だ。乾くんこう言ってたよね。ゴキブリは寒さに弱い、でも人の住んでいる家は暖かいから冬を越してしまうって。佐伯先生はここを開けるのは10年ぶりだと言っていました。その間暖房なんて使われていないはず。だとしたらゴキブリなんて出ませんよね。出るとしてもこんなにたくさん置かなくたっていいはずだし、この隠しフロアにまであるのはおかしい。試しに指紋を取ってみたら佐伯先生のものが出ました。優秀なぎさ。でも先生はなんでこんなことを。あくまで演習ロールプレイだから見てたんじゃないか。それは本人に聞いてみるしかないと思います。おお、無事済んだ。ここ全然わかんなかった。私はしゃがみ込み会議室に置かれていたコンバットに向かって話しかけた。そういうわけなのでそろそろ出てきてもらっていいですか。私たちもエントランスホールまで行きますから。それでは二人とも行きましょうか。いやでも先生結構先般だったよこれ。だってシュウヤンがちょっと選択肢ミスっただけで全滅ルートだったり皆殺しルートだったりだからね、やばかったよ。先生が開けてくれなかったら終わりだぞ。そうですね、開けてくれることを祈るしかありません。でもきっと大丈夫ですよ。本当に私たちを殺す気ならとっくにやってると思いますし。そうかもしれないけど。待て渚、その前に滝を探さないと。ああ、その必要はないかな。翔太は多分その棚の中で寝てるから。主に俺のせいで。チクッとされてるかな。あ、エピローグ終わりだ。種明かし。生きてた。もう本当に皆殺しルートになってたんだからね、あなたのせいで。まったくもう。よう久しぶり。間違えた、一日ぶりだ。まさかこんなに早く真相にたどり着くとはな。先生は鼻が高いぞ。は、頭では分かっていても死体人形と先生が同じ場所にいると違和感があるな。そうだね。失敗してた。駆除？何すんだ、やめろ。本当に生きてるかどうかの確認とこらえようのない怒りをぶつけてる。あ、これはしょうがないかも。先輩、ここで先生を殺すと動機が永遠にわからなくなりますよ。そうだな。それじゃあどういうことだか説明してもらおうか。ったく、九条はいつからそんばならしてまてない、そんな乱暴な子になったんだ。どういうことも何も、これは演習だよ。限りなく実習に近い形にしただけだ。な、そんなんで納得なんてできるか。たかが演習のためにあんなクロスボウやら青酸カリやら用意したっていうのかよ。結構命がけだったな。下手したら本当に死人が出てたかもしれないのに。そうなる前にさすがに止めるって。いやいやいや、嘘つくな。止めてないよ、普通に殺し合いになってましたよ別ルート。そのための隠しカメラだろう。いや手遅れだったよ、注射器打たれてたし。そもそもお前たちは探偵科の生徒だろ。危険は承知で入学してきてるはずだが開き直りすぎ。別世界線ではどれだけ死んだことか。それはそうだけど。それにな、九条、こういうのは極限状態でやらないと意味がないんだよ。人っていうのは追い詰められた時にこそ本性が出るもんだ。俺はな、お前らにもっと協調性とか互いを信じる心みたいなのを学んでほしかったわけよ。協調性？互いを信じる心。そうそう、お前らが思ってる欠点っていうのは実は大した問題じゃないわけ。自分に足りない部分は誰か別の人間に埋めてもらえばいい。そのためのバディ制度だろ。あ、でもなん
か乾がそんなこと言ってたな。そういう意味では渚と乾はすごく良かったぞ。お互いを助け合いながらよく頑張ったな。そして見事に真実へたどり着いた。俺は別に何もしてません。いやでも直感冴えてたよ。全ては渚の力ですから。滝もあいつにしてはよくやったんじゃないか。途中でちょっと暴走したりはあったけどな。ちょっと？ほんと全然ちょっとじゃないけど。一番ダメなのはお前だよ、九条。一人で突っ走りすぎだし、やることも過激すぎるだろう。もう少し仲間を信用してやれ。それは悪かったと思ってるし、信用してないわけじゃない。っていうか、そんなお説教はよくて。肝心なことを聞いてないんだけど。肝心なこと？先生は俺たちのその昔のことを知ってたの？知ってたんでしょ。その上であの手紙とかウサギの被り物とか用意したわけ？追い込むだかなんだか知らないけど、確かに悪趣味ではあるな。さすがに悪趣味すぎるんじゃないの？ああ、そのことなんだけどな。あれは偶然なんだ。どういうこと？俺はお前らの過去のことは全然知らなかったんだよ。は？そんなの信じられるわけ？本当だよ。手紙の文章、どんな手段を使ってでもまた生き残れ。君には使命がある。あれは最近見た映画に出てきた文章をそのままパクっただけだ。うわ、信用していいのこれ？つうか、お前の言う9年前の事件を匂わせたいなら、あんな曖昧な文章じゃなくてもっと直接的に書くよ。ウサギの被り物も本当にたまたまだ。あんなものどこでも売ってるしな。マジで偶然なの？全く関係なし？だからさっきからそうだって言ってるだろうが。信用できるこれ？でもまあ悪かったとは思ってるよ。古傷をえぐっちまったみたいで。いや別に、こっちが勝手に勘違いしただけだから。いやまあ勘違いしてもしょうがないよねこれは。先生、その手紙の参考にしたっていう映画のタイトルって何ですか？あー、何だったかな。古い洋画だったんだけど。そうですか。あら、絶対嘘じゃん。もう絶対この先生嘘ついてるじゃん。悪いな、覚えてなくて。いえ。それで滝はいつまで寝たふりをしてるつもりだ？気づかれてる。ちっ。え、嘘？翔太起きてたの？いつから？さあね、どうだったかな。その女が推理を始めたあたりだったかね。結構起きてる。どっかの誰かの爪が甘くて麻酔の量が少なかったみたいだね。そういうわけだからそろそろ下ろしてくれる？いいのか？ええよ、意識ははっきりしてるから。どっかの誰かのせいでだるいし、頭もちょっと痛いけど。引きずってるね。ごめん、聞こえない。ごめん。ごめんで済んだら警察いらない。いやでもこれはハルルン悪いのかな、どうなんだろうか。ごめん。はあ、しょうがないな。じゃあお寿司おごって、それで許してあげる。寿司ロー？おお、わかった、何でもおごる。ごめん、回らないやつは高そうだ。え？もう急に顔が変わったよ。ねえ先生、そういうわけだから俺たちは帰るよ。これむしろ先生がおごるべきなんじゃないか。合宿はもう終わりでしょ。ああそうだな、お疲れさーん。九条先輩を引きずりながら合宿場を出て行こうとしていた滝くんだったが、ふと足を止めてこう言った。次は負けないから。ライバル意識。うん。さて、せっかくだから俺たちも飯でも食いに行くか。寿司は無理でもラーメンぐらいならおごるぞ。どうする？犬行く？あれ、俺たち今日は無理です。行くぞ渚。あ、これ先生に絶対警戒してる。ええ、私は犬くんに引きずられる形で合宿場を後にした。そうか、残念だな。気をつけて帰れよ。逃げられちゃったか。まあいいや、食事だろうがなんだろうが、あの子と過ごす機会はこの先いくらでもあるから。やばい人だ先生これ。やっぱこれあれだよね、絶対死んだら死んだら助ける気なかったよね、うん、てかもう別世界線で散々殺しあったもん。
何がお前、あ、本当に危なくなったら止めるぜだよ。嘘つきの塊だやつは。乾くんは私の手を引っ張ったまま歩き続け、学校の外まで来てようやく立ち止まった。そこで掴んでいた私の手を離す。昨日今日といろいろ大変だったな。え、うん、そうだね。今日はゆっくり休め。それじゃ俺はこっちだから。え、なんか最初は乾重たい男だなって思ったけど、なんだろう、好きかも。うん、じゃあね。あれ、渚は佐伯先生には気をつけろ。おわー、乾の直感が言うならこれも本当にやばいやつやん。え、一人の時は近寄るな。それじゃあまた学校で。おいおいおい、じゃあ俺は金下ろしてくるから行きたい店探しておけよ。翔太、ハルルンさ、まさかとは思うけど先生の言ってたこと真に受けてるわけじゃないよね。あいつのことはあんまり信用しない方がいいと思う。は？なんでだよ。そっちこそ正気なの？どう考えたっておかしいでしょ。ハルルンと渚だけだ気づいてないの。何も知らなかったなんて嘘に決まってる。あの合宿さすがに度が過ぎてるし、手紙の言い訳だってかなり苦しい。最近見たばかりの映画のタイトルをなんで忘れたりするわけ？だからそれはあれだろ、俺たちを追い込むためだって言ってたじゃん。映画のタイトルはテレビでやってるやつを途中から見たりすると分かんなかったりするし。おいおい、お前本当に言ってる？そんな顔すんなよ。大丈夫だって、佐伯先生は根は悪い人じゃないよ。そんなの関係ないって。先生にだって誰にも言えない暗い過去があるかもしれないでしょ。実際あなたにもあったじゃん。やっぱり話全部聞いてたのか。ハルルン、俺はね、あの女が9年前の事件で生き残ったもう一人だと思ってたんだよ。でもその子はとっくに死んじゃってたんだね。バカみたいだよね。ショータ、友達だったんでしょ。ごめんね、俺だけ生き残った。何バカなこと言ってんだよ。翔太、9年前何が起きたのか俺にはわからないけど、事件はもう終わったんだよ。犯人は死んだ、もう何も心配いらないって。そういうことじゃないんだけど、あの先生は信用できないっていうだけ。わかったわかった、じゃあ金下ろしてくるからちゃんと店探しておけよ。なんかハルルン危機感ない感じするけどな。危機感ないふりしてるだけなのかな、タキューに心配させないために。どうなんだこれ。疲れた。 BGM がずっと不穏なんだけど、怖い。とんでもない学校に来てしまったな。とりあえず寝よ。私は荷物を床に投げ出しベッドにダイブした。その拍子にカバンからノートが2冊落ちる。拾ってきたやつ。表紙に書かれているのは2007年夏季休暇課題と夏季休暇課題の自習実習自主演習か。あ、うっかり持って帰ってきちゃった。ノートを拾い上げた私は表紙を見て何か違和感を覚えた。特 A クラス B 班メンバー3年葛城奈美、新藤明、氷壁斗也。あれ、2年生と1年生の間に変な感覚がある。確かに。なぜ？メンバーの名前はボールペンで書かれている。ん？私はふと思い立ってその感覚の上に紙を置き鉛筆に塗りつぶしてみた。もう天才かよ。もともと書かれていた何かが黒字に白文字で浮き上がってくる。やっぱりもう一人2年生がいたのに後から消したんだ。絶対先生の名前だろこれ。浮き上がった文字は佐伯恭平と読みた。ほら、もう黒黒、あの人佐伯恭平。これって佐伯先生？おい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 、人の時は近寄るな。これで9年前の事件の関係者が4人になった。ひょっとしたら私も5人。おい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 、完全に先生アウトやん。信用できな。
これなんだ、エピソード4か、これあ、でこれで2を見れますよってことね。今1クリアしたから、はい。じゃあ区切りもいいし、一旦ここまでですかね。まあ、次回はエピソード2、ハルルンが主人公なのかな。あ、乾が最初の相棒、2回目はハルルンで、3回目はタッキくん、タッキーかで、4、5でどうなるかってとこなのかな。なるほどということで今回はここまでとさせていただきます。次回はね、エピソード2から、バディコレクションプレイしていきたいと思います。佐伯先生完全に黒ですね、これは。はい、一旦終わります。シーハンでした。またね。